この辺でトレーニングしようかしら。味わって食べないと作ってくれた人たちに失礼よ。と二人きりになるのも珍しいな。こっちに来てからは特に。覚えればすぐ強くなれると思いますよ。先森の楠芽吹よ、中学2年ゴールドタワーで様々な任務を行っているわ。
みかんのこともたまに思い出してほしい。守りたいって気持ちは一緒だよね。私も頑張るよ。完璧な私に任せておけばもう大丈夫よ。そこで昼寝でもしてなさい。私を狙い撃ちですか？うわの家に泊まるとかちょっとワクワクするよね。